ヨッホー、今から昼ご飯作ります。こちらは日本の納豆ですね。私一番苦手なもの。もう5年ぐらい日本に来て5年ぐらいでもずっと納豆は食べられないですよ。今日はね、私の企画、納豆の昼ご飯三品料理作ります。すごい、今キッチンは納豆の香りすごいですよ。どれからいきますか？さあ、ご飯からいきます。わあ、怖い。今まで1回だけ納豆食べました。あの会社の顧問と店長と、料理長、なんか高級なホテル行って、みんなの前で、ほら、みんな、なんか偉い人の前で、無理やり納豆、少し前菜の味噌納豆食べました。飲み込んだね。食べるという飲み込んだ。味わってはいないよ。味は全然わからない。味噌かな？確かに味噌納豆、わざとキムチいっぱい入れた。食べるよ。よく噛んで食べるよ。いきます。ダメですか、やっぱり。ネバネバな感じ。でもこれもなんかキムチの味しかしないよ。納豆はあんまり。あのネバネバな感じすごく怖い。ああ、うん。でも我慢できる範囲。あ、そっか。我慢食べる。じゃあ、あとはこれ卵と一緒に焼く。ネギも一緒に入るから。多分大丈夫と思う。一口いきます。卵の香り、そう、うん、焼いてて思ったけど、こう、うん、納豆の香りがしなくなったよね。ネギと卵の香りが、うん、納豆ご飯より、うん、卵焼きの方が、うん、納豆の味しない。でもちょっとだけネバネバ、ちょっとだけ最後舌の上でちょっとネバネバが残るような感じだね、うん、次一番怖いは納豆そのまま食べます。わあ、これは一番辛いかもしれない。食べますよ。あのネバネバな感じで味噌汁飲む。ネバネバな感じずっと口の中で残ってるから、我慢できる範囲。じゃあこれからゆっくりで納豆ご飯2人で頑張って食べます。